B よ。 B だ。 B よ。 B だ。カップリングモジュールだな。来た時は大したことないって言ってただろう。すぐ治るって。間違ってたようだ。気に入らないならよそを当たれ。怪しげなノーマットを歓迎する奴はいないがな。わかった。どけ。おい。どうだ？ギブアップするか？カップリングをバイパスして直結させる。それじゃコンプレッサーが止まらなくなるぞ。あんたの意見は聞いてない。いつまで持つかだ。ナイトシティまで行ければいい。着いたらまた考える。そうかい。どうだ、直せただろう。上出来だが、ちゃんと直ったわけじゃない。擦り傷に唾をつけたようなもんだぞ。動けばいいんだ。動けば。ジャッキー・ウェルズってやつを探してるんだが、何か知ってたり。ボロだからな。アンテナもちゃっちい。大して拾えないと思うが。
そうかい。マイク、客がいるとは珍しいな。1、2時間ほど経つから、てっきり挨拶したもんかと。まあ気にしなくていい、後で話そう。普通町に来たらまずは保安官に挨拶、一般常識だろう。コーヒーでも飲みながら何しに来たのかを話すもんだ。悪かったな、ここに寄るつもりはなかったんだ。故障したから仕方なくな。仕方なくね、よく聞く言葉だな。俺はアンドリュー・ジョーンズだ、知ってるだろう。いや、知らないな。前の戦争じゃ特殊部隊にいた。シルバー将軍に聞き覚えは？いや、全くないな。うん、愛想のないやつだ。ノーマッドの車か。案の定だな。心配するな、直したらすぐに出ていく。ああ、ぜひそうしてくれ。俺はノーマッドってやつらが死ぬほど嫌いなんだ。お前のクランはどこにいる？クランもキャンプもない、俺は一人だ。嘘だな、ノーマッドはいつも集団でいる。うちは解散した、だからナイトシティに行くんだ。はぐれ者の中のはぐれ者か。そしてここもお前の居場所ではない。来る途中で電波塔を見た。アンテナがダメになったから無線を使わせてほしい。俺はお前に消えてほしい、死のこと言わずにな。これ以上心をうろつかれると目障りなんだよ。揉め事を起こす気はない。だったらとっとと失せることだな。もしもし。もしもし。もしもし。ああ、やっと繋がった。ウィリー・マッコイ、声が聞けてよかった。俺もだ、と言いたいところだが。最後にもう一度だけ力を貸してくれ。はあ、これで何度目だ？運び屋の仕事を受けたんだが、依頼主の場所がわからないんだ。待ち合わせの時間と場所はちゃんと守ったんだろうな。当たり前だろう。とにかく依頼主が伝言を残してるか調べてほしいんだ。わかった、これが本当に最後だぞ。そいつの名前は？
ジャッキー・ウェルズ。あったぞ。農場で待ってるとさ、位置情報を送る。ありがとう。オンに切るよ。ああ、じゃあ達者でな、B。二度と連絡するなよ。農家に転職する必要はなくなったようだな。お前が例のやつか。その通りだ。あんたは？ジャッキー・ウェルズだ。 B だ。で、運ぶのはその荷物か。俺の地元じゃよ。仕事の前に少し自分の話をするんだ。習慣っつうかマナーみたいなもんだな。じゃあ、あんたからどうぞ。生まれも育ちもナイトシティ、ヘイウッドの出だ。ナイトシティには行ったことないからよくわからない。そうだな。全員が兄弟でもあり、姉妹でもあり、いとこでもある。そんな場所だ。わかるような気がする。いがみ合うことがあっても家族には変わらない。その通り。ああ、あと全員が銃を持ってるな。お前は？俺も似たような場所の出身だ。お前とはうまくやっていけそうだな。ブーツだ。じゃあ車に積もう。了解だ。正直もう来ないのかと思ってたぞ。問題が起きたんだ。あんたを探すのにも苦労した。なるべく目立たないようにしてたんだ。保安官は面倒くさそうな野郎だったしな。まあな。じゃあ出発するか。荷物の目録は持ってるのか？当たり前だ。ヘクサーから詳細を聞いてないのか？ああ、確認しただけだ。おいおい、俺たちはお互いプロだろ、アミゴ。お前はそのこういう仕事には慣れてんのか？なんだ、緊張してるのか。俺は？まさか。いや、実は少しな。スキャンさせて書類を調べさせる。よし、全部俺に任せろ。
車両を検査エリアまで進めてください。車両から出ないでください。まもなくセキュリティチェックを始めます。なんか嫌な予感がするぜ。目録を貸せ、確認したい。ほらよ。よし、ちゃんと LOA になってる。どういう意味だ。到着時紛失、宗教を超えると同時に紛失扱いになるってことだ。それじゃあ密輸だってバレるんじゃねえのか。すぐにわかる。検査エリアにいる車両の持ち主はさらに取り調べをするので来るように。チンガーだ、マドレイ。どうすんだ。心配するな。職員に賄賂を渡して目をつむってもらうんだ。クレジットチップは持ってるんだろう。ああ、そうだった。すっかり忘れてた。そんなことだろうと思った。万が一のためにエンジンはかけたままにしとく。分かった。持ってる武器はここに出せ。2号室だ、入れ。そこに座れ。書類を。何か問題でも。さあな、じきにわかる。荷物の中身は何だ。書いてあるだろう。これで全てか。一つだけ目録に加えるものがある。ほう。で、どこのクランのものなんだ。あんたには関係ないだろう。関係ない。お前のようなやつが来るたびにこちら側の人間でよかったと心から思うよ。俺もそうだ。行っていいぞ。同伴者は車内で待ってる。所持品を持っていけよ。あまり危ない真似はするなよ。ナイトシティへようこそ。ナイトシティを楽園か何かの勘違いしてるんじゃないのか。仕方ないだろ、ガキが多いんだから。どうなったんだ。いいから早くここを離れよう。ああ、分かった。で、中で何があったんだ。税関のやつが妙にしつこくて。そういうもんだろ。しつこすぎたんだ。随分と意味深じゃねえか。とにかく運転に集中しろ。誰かがこっちに来るぞ。やばいんじゃねえか。不審車よ、今すぐ止まれ。飛ばせ、ジャッキー。任せろ。お前たちが運んでいるものは企業の所有物である。振り返り返す。車を止めろ。くそ。
去を急ごう。誰もいないようだ。ここで止めよう。先に進む前にやることがある。最悪だな。腐ったれが。捕まるところだったじゃねえか。これのどこが密輸だ。チンガード。くそ。全てスムーズに行くはずだったのによ。落ち着け。こういうこともある。なんだそりゃ。フォローになってねえぞ。俺たちが荷物を持ってるって税関が企業に垂れ込んだんだ。クソ野郎どもが賄賂を受け取った上で俺たちを売りやがったのか。信じられねえ。賭けに出たんだ。俺たちにクランがついてないと見破られたんだろう。納得いかねえ。で、どうすんだ。それはこっちが聞きたい。報酬も払わないままずっと文句を言い続ける気か。実を言うとよ、今金欠でな、すぐには払えない。企業のおもちゃを届けてこの山を片付けりゃお前に渡す分ができる。俺が黙って待つと思ったのか。いや、本当は一切払わずに宗教を超えたらとんずらするつもりだったんだが、お前を気に入った。騙したのか。そう怒んなって。密輸犯のピュアなハートを傷つけちまったか。さてどうするか。中身を拝んでみようぜ。開けてくれ。嘘だろ。あらさかって書いてある。まさか相手がこんな大物だとは。その分手に入る金もでかいはずだ。おお、本物のイグアナだ。確かレッサーアンティルとかいうやつじゃねえか。売れば金になると思うか。ああ、二人で一儲けしてやろう。二人？相棒だろ。金は山分けだ。それなりのフィクサーならこいつを欲しがるやつを見つけてくれる。本当は飼いたいけどな。ペットが欲しくてよ。マニーって名前まで考えてたのに。ところでナイトシティで何するかはもう決めてんのか。特に決めてない。ここ数年はノーマッドのファミリーと州を行き来して過ごしてたが。どこかで帰りを待っててくれてんのか。いや、別の道を歩むことにしたんだ。帰る先がないってのはつれえよな。まあ心配すんな。俺が住む場所を探すのを手伝ってやるからよ。頼れる仲間、家族は誰にも必要だ。お前もナイトシティでそういうやつが見つかるといいな。ありがとう、助かる。気にすんな。これも何かの縁だ。それにお前とは気が合いそうだしな、相棒。おい。かわいいヨシじゃねえか。じゃあこのトカゲを連れて出発しようか、相棒。はい、今日もこの番組を見てくれてありがとう。ねえ、荒坂の空母がナイトシティにやってきたって話聞いた？その名も空母クジラだって。日本の海。ハローナイトシティ。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが一年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボーボアみたいなレジェンドになるためにさ。ほら、リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。
チャンスはあるさ。ナイトシティは？そう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ああ、試してみよう。まずは基本の戦闘訓練からだ。なお、このセッション内容は記録され、後の評価に使用される。この訓練プログラムは諸君が戦闘の基礎を身につけ、反射能力を磨くために設計されている。ここで学ぶスキルは戦場で生き延び、さらには活躍するのに役立つだろう。諸君には効果的な武器の使い方、ステース戦術の活用法、敵ネットワークへのハッキングを学んでもらう。なぜならミリテクでは。ミリテクのプログラムは穴だらけね。でもこの戦闘訓練自体は役に立ちそう。では新兵、一番ステーションへ向かえ。どうした、さっさと進め。スパルタ式に鍛えていくから覚悟するのよ。射撃訓練プログラムを始めるわ。まずは軽いウォームアップから。さすがの腕前ね。じゃあ少しハードルを上げましょうか。悪くないわ。でも実際の相手は打ち返してくることを忘れずに。ぼーっとしてないで、今隠し。撃たれたらリアニメーターを使って手当てして。準備ができたら訓練エリアに進む。今度はお友達を連れてきたみたいね。さあ、腕の見せどころよ。プラットフォームに立って次へ行きましょう。お次はハッキング訓練。コース内容に少し手を加えてみたからお楽しみ。
この訓練モジュールでは戦闘におけるテックツールの使い方を実戦に近い形式、後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて、こっちの方がイケてるでしょ。 OK、 じゃあそいつを静かに倒して上出来よ。あとはそいつを倒すだけ。現場に痕跡を残さないのがプロの鉄則。それが死体の場合は特にね。敵を運んでどこかに隠すのよ。いいじゃない。じゃあ次はそいつを素早く倒して。今度はリアルタイムで敵をハックしてもらうわよ。頑張ってね。よし、グレネードを起爆して。余計なことは考えず、命令に従えば結果が出る。ミリテク式も悪くないでしょ。まあ、私のおかげなのは事実だけどね。さあ、次に行きましょう。訓練を続けるならモジュールは他にもまだあるわ。もういいなら終了して。でも忘れないで、ストリートにはヒントもやり直しもないからね。よし、じゃあ今回はステルス技術の訓練ね。早く身を隠して。 OK、 次は出口に向かって。見つからないようゆっくりと。ステルスよ、ステルス。忍者の BD は見たことある。上出来よ。じゃあ次のエリアね。もう一度
次はカメラにも気をつけて。どうしたの、V？いい感じね。プラットフォームの上に立って終了して、今回は終了。じゃあ次はいよいよ近接戦闘ね。敵を無力化して、手強いから気をつけるのよ。よし、そこまで。次は B の体格に見合った相手を用意してみようか。難易度をイージーからノーマルに上げるわよ。今度の相手は攻撃をブロックするわ。次は防御。攻撃よりつまらないけど重要な要素だから。相手は攻撃の後に毎回バランスを崩してる。その隙を狙ってカウンターを食らわせて。やるじゃない、 B。 次は相手にパンチを空振りさせるの。攻撃を食らわないようにして、一発もね。若き弟子よ、もう私から教えることは何もないなんてね。次は近接武器よ。剣を取って。これまで学んだことを実践してみて。
調子よ。ずいぶん慣れてきたみたいね。プラ役に立ちそうだろ。じゃあいよいよ本番と行くか。よし行くぞ。エレベーターこっちだ。ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ。バグ、現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい。バグ、もう少し愛想よくできないのか。優しくしてほしいならヘルプセンターに電話したら。237を探して。ターゲットは中にいるはず。でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど。これだから生死に関わる仕事は嫌。急いで。ハン、あんたかい。ドアをハックして。 B、開けるぞ。ターゲットのサンドラ・ドーセットはエシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当なお嬢だ。だがこれはゼータテクのコピー品ばっかだ。闇改造によくあるやつだ。こいつじゃない。捜索を続けるぞ。チャンスを待って始末しろ。
長がいる。始末して一人残らず、ターゲットを危険にさらしました。それにあなたが撃たれる。お前ら逃げた。リロードする。今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。こいつつなぐぞ。B。サンドラ・ドーセット NC570442 にトラウマチームのプラチナ契約者か。プラチナだったらよ、くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。ファームウェアをいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティーバグ、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。うん、近所のハックを使ったのね。オッケー、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。あった、今取り除く。モニターを確認して、何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復退位を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがるな。とりあえず氷から出してやろう。やばい。くそ、死んじまうぞ。B、状況を説明して。ジャッキー、エアハイプをよこせ、早く。ほらよ、ブロダこれでやったぞ。よし、外まで運べ。外まで運べ。テラスだ。止まれ。
早くしろ。TT-133 より本部へ。患者 NC570-442 を確保。投与開始。ドーパミン70、ノルエピネフリン110、フィブリン800。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。はあ、ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか。ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら、格好がつかないだろ。しょうがない。今回は特別だからな。オンに切るぜ、B。そうだ、ついでに家まで送っていこうか。頼むよ、俺はもうクタクタだ。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。V、どないやった？依頼主は無事なんか？もちろんだ、そういう仕事だっただろう。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたな。NCPD がワトソンを封鎖するみたいだ。急がないと俺たちも巻き込まれちまうぞ。大丈夫だ、俺に任せな。食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言っただろう。ああ、そうだったな。なあ、あれってそう、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。まずいぞ。嫌な予感がしてきた。止めちゃこれつけて。やめ。ジャッキー、頼んだぞ。どうした？まっすぐ走ってくれ。傷つけちまったな。すまねえ、B。気にするな。今は無事に帰ることだけ考えよう。限界態勢だな。
city of dreams, living in gray. Yeah, living in gray. City of dreams, city of Scully in the gullies, yeah.通達があるまでワトソン地区から出ることはできません。どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。はあ、それは一体どういう意味？優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って、どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。ああ、彼女？ええ、俺を待っててくれてるんです。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと慣れちまうかも。それは一大事ね。頼むよ、人相は悪いかもしれないが純粋なやつなの。どうしてやって、これで最後よ。わかった、行きなさい。ありがとうございます。そしては。They say I'm insidious, bitch, you hideous. Fuck this city, you're good. One scrape from the grittiest, still delirious. Fuck this city, my blood. 丁寧な話し方もできるんだから。いつも丁寧だろ。いや、どこが？どこがって、すべてがだよ。Never forgetting the past, living the blast, pumping them off as I go. See you in hell, chopper and glow. Bam, I don't do it for the money, I just do it for your ears. One by one, they keep it running. Slip up a trip and you're dead, gang.Believe in the fate. Every day digging the grave. Step in the grave with the stakes. City of dreams. 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 City of dreams.みたいだ。運の悪い連中だったな。おやすみ。ミスティによろしくな。ああ、じゃあな。ナイトシティの皆さん、こんばんは。本日一人目のゲストは、バグ。どうも。知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってて、情報を送るわ。父なる神よ、我らと共にある。そして2人目は人気番組チップインのホスト、カリナーリーさんです。サイバーウェアの普及をプッシュする業界の大物ですね。調子はどうだい、カリナー？最高よ、ジギ、呼んでくれてありがとう。さて、ゲートがまた壊れた。これで3回目よ。
か。まあいい、さっさと開けろ。ターゲットの生体モニターに繋いだ時、何かにやられたみたいだ。神経ウイルスかもしれない。ビクターに見てもらう。このままじゃ頭と胃がおかしくなりそうだ。じゃあ俺が連れてってやるよ。お前の車でな。服を着たら下に来い。恥ずかしいって言いたいな。 B、レジーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって俺の連絡先を。それに名前も。情報集めは得意な方なのよ。じゃあね、B。